続きましてラジオネームランさんからいただきました。荒木爪さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。以前さやねが口笛のコーナーをやっていらっしゃいましたが、はい、葵さんも口笛吹けないですよね。ええ先日の生放送動画を拝聴したのですが、全く音が出ておらず、さやねより吹けてないじゃんと思いました。これは罪だぞ。ちょっとできないな。なぜあの時に言わなかったか。おいおい、一緒にさやねを笑ってましたよ。まだわかんないですけどね。できるかもわかんないですから。一緒にクイズ答えたよ。さやねが口笛めっちゃ得意さん知ってた？知らなかったです。そう。隙間風みたいな。ヒュー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 。あれ窓開いてんのかな。それでみんなで笑ってたん。翔太くん笑ってた。翔太くんもすげえ笑ってたよ。笑ってた。で、クイズの答え出して違うと、あ、わかんないなって言ったりして。言ってた。ちょっとこれは罪ですよ。待ってください。僕は吹けないんじゃないんです。吹き方がまだ知らないんですよ。いやいやいや、それ吹けないんです。ちょっと口の中じゃないの。口の中の構造を教えてもらえませんか。え、なんでトーラがじゃないの。それだけで吹けますか。リーナズ。うん。めっちゃうまい。すごい。なんか。なぜその選曲だったの。ただ、この曲でしか吹けない。まず唇濡らして、目が覚めたのって。はい、お願いします。あれちょっと待って。あ、白間さん、なんかそんな見られると吹けないですよね。じゃあ見ない見てるやない。全然口元全然見ない。うわ、やばいな。できないね。できるんですよ。もっと唇濡らしてさ、ベロベロって。フレンチでああ、すげえ。まあまあ、さやねよりはまあ出てる。まあまあ、さやねよりは出てる。ちょっと翔太くんやって。え、どうやるんだよ。今みたいな感じ。いや、口笛吹く感じにしてみて。どんがらがしてしゃ。うん。いきますね。うん。うわ、ひどい。これは。いや、もう、発覚じゃない。あれ、あんなに綺麗な歌声を出してて。メロディー。なんか歌ってっていうかやってみてください。じゃあ皆さんが知っているあの曲を。お、オッケー。いきます。いきます。いや、そんなにできるやつ。これ、そうやね。息やよ。息。空気入れ、そんなもん。全然。もしかしたら、サヤネよりひどい。サヤネよりひどいよ。なぜ言わなかったんだ、これはひどい。ストローでジュース飲んでる最後や。もう本当に、さやねはなんとなく、もしかしたら何かなって思うけど。ちょっと音鳴ってるもんね。口の中ってどうなってるんですか？いや、どう。何が？口の中って。え、絶対口の中なんかは別に。何もしてない。皆さん特殊なこと。唇だけ。え、嘘？え、でもベロカチカチになってません？ベロはカチカチになってるね。ね。え、どこに当ててるんですか、ベロちゃん。ベロは下の前は前歯に当てる。で、拭くだけ。で、ベロカチカチにして、ベロ思いっきり下の前歯にくっつけて、で、口尖らして。プルプルプル震えてるやん。いやいや、ちゃうな。なんかベロの横は歯の上の裏に。いや、あんたできてねえよ、それ。日本できてねえよ。そできてないよ、それ言うけど。できてましたよ。いや、マジで、なんで言わなかったの？いや、そこなんだよ、マジで。なぜ言わなかったの？あんだけさやねえをいじってた時に、なんで言わなかったの？何週も何週もあったよ。立ってもらえますか？なんだって、あれはだって、だってさやねえが輝く場所じゃないですか、そこ。同時に二人がやればもっと面白いことをセッションとかできたわけじゃない。そうよ。か、もうさやね、最悪、まあそれもわかるから、さやねえがコーナー終わるときにすいませんって言ってほしかった。確かに。え？ちょうどいいタイミングかもしんない。言ってほしかった。これが第2章が始まったかもしんないじゃない。そう、一回終わっちゃいましたからね。って言ってほしい。ね、別に曲中でもええやんか。どこでもええやんか。ああ、言えなかったな。言えなかったな。言えなかったな。さやねを輝かすために黙ってたんや。そう。なんかでも、老けてる方だなって思ってましたよ、私。あら、自分が老けへんから。そう、これで老けないんだと思ってました。でも、ひどいみたいなことも言ってましたよね。言ってたよね。探してもらいますからね、スタッフさんに、その音源を。そうですね。さやねを攻めてた音源を。ちょっと、さやねが帰ってきた時に、じゃあちょっと、
まず懺悔しましょう。そう、まず謝んないとダメよ、これは。うん、でも今の翔太くんのレベルじゃ、本当に曲とかわかんないレベルだから、え、今のクイズにもなんないです。全然わかんない。なんか風で、かわいそう。風で、なんとかしようみたいな。嘘も。さやねんのは、ところどころ聞こえるやんな。そうそう、なんか音程変わったところで。音が出えへんとかな、うん。あったもんね。ピーとはなってるもんね。うん、こっちはヒューやもんな。そうね。ヒューみたいな言うてるだけみたいな。クイズ結局全然わかれへんもんな。いいじゃん、いいじゃん。これだ。そっから。ほろほろほろって。なんだ、もう。何の曲やねん、それ。結局何の曲だったんや。まあ、あ、今は吹いてないですけど、うん、もう一回吹くと。あ。わかった？何？ででん。でてってってでん。ターミネーター。はい。ででってってでってでんやろ。違う。マリオ。違う。違う。え？違う。何？歌いますね、じゃあ。うん、この声でですけど。ざわわ。ざわわ。ざわわ。全然ざわざわだ。全然わかんない。ざわざわ。ざわざわしちゃうよ。あれ。あ、うまいこと言ったよ。じゃあまとめてもらった。ありがとうございます。え、それ踏まえてもう一回聞きたい。いきますね。うん。全然違う。別の曲っぽい。めちゃくちゃ音痴やね。うん。下手。大天使よ。ちょっと、味方勉強しろ。シュルシュル。もうぐったぐったじゃん。どうしたショート。勉強はしないでね。あ、勉強は。うまくはなった。まさかやったな。そうなの。いや、バラされると思わなかったな。来週までちょっとクイズにできるぐらいまでにしといて。あ、じゃあちょっと吹き方勉強して、まず吹き方、基礎を勉強して。一曲だけ練習してきて。わかりました。ちょっとさやねんにも謝ってね。そう、謝ってもらいましょう、これは。その時は立って謝ります。ね。うん、来週坊主ね。立ってて。厳しいな。厳しい坊主。こんなにうまいのになさ。これは以上でございます。はい。